はい、じゃあ始まりましたハイチのおだらだラジオ第184回でございます。今回テーマは過去は変えられないというテーマで喋っていきます。であと数産について、登録者についてって2つは書いたんですが、あと卒業式についてと卒業記念動画についても最後に話して終わりたいと思いますので、もしよかったらお付き合いください。じゃあちょっとテーマ重いですけどね、見た感じは、話していきましょう。で、相談っていうか、いただいたメールですねが元になってるんですけど、受験で、まずあれだね、受験終わった皆様本当お疲れ様でした。で、うまくいった方、うまくいかなかった方いらっしゃると思います。で、そのうまくいかなかった方ね、志望校に受からなかった方の中で、切り替えらんないと、あとはなんつうのかな、今までの努力が全て無駄でしたよねとか、もう頑張る意味なんて人生でないですよねやっぱりみたいな、自暴自棄ですよね、言ってしまったら。そういう方が、結構いらっしゃるんですよ。で、気持ちとしては分かります。努力したことが成果出なかった時は。で、社会人になって多いんでね、結構ね、そういうことが。そう。あ、ちょっと今、部屋にね、息子いるんで、音ちょっと入るけど、ごめんね。カチャカチャ今、絵本、追いかけしてるんで。で、話をちょっと戻すと。で、そういった方にちょっと、届けばいいなと思います。自分の経験も踏まえてね、話していくんですけど。で、結論からいこう。まず、そのね、無駄になるか、各努力してきたことが無駄かどうかって部分なんですけど、これに関しては、みんな自身、もう自分自身です、それは。ので決まる。自分自身が無駄だったって決めた瞬間にも無駄だよ。無駄になる、その、頑張ってきた全てが。でも無駄じゃないよねって、何かに生かせるよねって切り替えられれば、それは無駄じゃないんだよね。で、やっぱりこう自分で、無駄って決めてしまったら、周りがどうこう言おうとも、多分俺が何かを言おうとも、無駄は無駄だよね、きっと。変わらないと思うからさ、やっぱり自分次第なのかなと思います。で、自分もね、32、昨日になって、32年間生きてきて、失敗したこと多々あるんですよ。うまくいかなかったことね。で、それを後悔したりとかさ、もうたくさんあるわけ。努力したのにさ、とすげえ時間をかけて、組み立てたもの、仕事の時にね、やって、こんなに練習したのにうまくいかないとか、多々あるわけだよ。もうマジかって、もう自分バカじゃないのみたいなね。って思うんだよ。で、失敗した時って思う、その瞬間は。ああ、もう、ない、もうないわ、みたいな。なるんだけど、でもさ、努力してきて頑張ってきた。頑張るって一つの才能だからね。才能だし、能力だし。で、それは嘘じゃないし、その頑張ってきたことは嘘じゃないはずなの。じゃあ、まず落ち着いて何で失敗したのかを考える、俺は。なんで失敗したのかなって自分と向き合ってね、辛いんだよ。失敗っていうもうさ、事実が決まってるとこで過去を掘り下げるのは辛いんだけど。で、うわ、あん時ああしときゃよかったって後悔するんじゃなくって反省するの。これ後悔と反省って大きな違いがあるんで、そう。うわーって。じゃなくって、あの時こうしなかったら、じゃあ次、こういう状況に置いたらこうしていこうって。うまくいくためにね、次は成功するためにみたいな、風に考えてほしいなと思います。もちろん、不合格っていう事実が出てすぐの方は難しいよ。自分も難しいし。そう。でもね、やっぱり、頑張ってきたことっていうのは嘘じゃないし。それすべて、1年半か半年かわからないですけど、その期間の、頑張ってきた自分自身を全否定するのはね、すごいもったいないし悲しいなって思うんですよね。俺は。だからそう思います。で、例えばね、これはさ、ちょっと状況が違うんですけど、過去を後悔することってありますよね。別に今の受験だけじゃなくて、恋愛もそうだと思うんだよ。例えば彼氏彼女に振られてから気づくことってあるよね。やっぱりすげえ好きだったよねって、自分もあるし、過去に。そう。別れてから気づくことたくさんあるんだよ。それもあるし、あと自分だったら、いやもうね、その過去は変えられないって今回書きましたけど、じゃあどうもこうもできないことを言っていいんだったら、俺もっと YouTuber を早く始めたらよかったのになって思うもん。やっぱり YouTuber って世界はさ、若い人がね、すごい活躍してるじゃないですか。20代が当たり前のように。ね、20代も10代か。ね、中高生。で、大学生。で、大学生卒業後ぐらいの25、6の方ぐらいだ。方がもう中心でしょ、ほとんど。そう。で、別にそこと張り合うつもり、それで言ってるわけじゃなくって、もっと若い時に始められたら、もっともっといい授業が若いうちにできたのかなって思うの、自分は。
それはずっと思ってる。うん。でもそんなこと言ったってしょうがないじゃん。でしょ？だってみんながさ、今聞いてさ、いやいや、そんなこと言ってもみたいな思うでしょ？俺がそんなこと愚痴ったってさ。じゃあ、過去は変えらんないんだよ、もう。自分が YouTuber 始めたのは27の、YouTuber っていうか動画投稿ね。で、1年間は収益もらわずにやってたんだけど、ずっとそれを知らなかったんで、収益もらえるシステムをね、知らなかったってもあるんだけどさ。で、やってきて、で、まあ28かな？から収益をもらうようになったのかな？っていうふうに変えてったんですが、27で気づいたわけ。これを YouTube に勉強動画投稿したら役に立てるんじゃないかなって気づいたのが27だったからさ。そう。で、その気づいたのがもっと早くもっと早くって思うことも多々あったけど、でもさっきも言ったように過去は変えらんない。だったら27歳の俺が今何できるのかなって、もう32になっちゃったけど、でも今も同じだよ。32の俺だからこそ何ができるのかな、このポジションだから俺は何ができるのかなって考えていくの。っていう風にやってる。切り替えて。何度も言うけど、ほんと過去は変えらんないっす。ね、別れた人は帰ってこないっす。ほとんど。たまにね、復縁とかもあるけどさ、振られちゃったら戻ってこないんだよ。ね、俺もちょっと思い出したわ、いろいろ今。そう。じゃあ、例えばその恋愛だったら、振られたと。ね、なんで振られたかを考えるの。自分が至らなかったところだけ考えちゃダメだよ、触れ合いの時は。いい？相手のこともちゃんと責める、そこはね。相手も至らなかったとこあるんだから、絶対に。いい？なんかちょっと息子が喋ってますけどね。で、それを次に生かせばいい。それが反省だから。反省は次に生かせる。後悔は心が囚われて終わるよ。心の呪縛にかかってそれで終わってしまうから。もちろん後悔するのもいいけど、悪くないけど、後悔だけだとね、先には進めないからさ。ね。そう、っていう感じかな。今回メール読んでてさ、みんなの。まあ、もちろんね、誤訳しましたっていう、その掲示板の番号、これですっていう写メ送ってくれたりとか、なんか通知のやつ、まあ、名前はね、消しちゃったりするけど、送ってくれたりとか、いろんなのいただいて、でももちろん、それだけじゃなくって、ね、おっしゃった方はやっぱ相談も多々いただいたから、結構ね、あのメールでは返したんですけど、でもちょっと全件返せる量でもないんでね、ちょっとここで喋りました。切り替えて笑い話にいつかできたら嬉しいっすよ、本当に。自分も当時、まあね、こういろんな失敗した中で、当時はさ、もうこの世の絶望っていう感じだったわけ。もう出口のないトンネルだわ、ずっと真っ暗だし、そう、ああもうこのまま終わるんだろうな人生みたいなこと思ったことあったけど、でも今振り返ったら笑えるしね、やっぱり。うわな、俺受けんなあの時みたいな、笑える笑える。でもそれは自分の可能性を信じて、その場所で何ができるかをしっかり考えて歩み続けて今があるからだと思うんだよね。あとはまあいろんな人に支えてきてもらったからさ、本当に。と思います。だから俺ね、受験あと不合格イコール失敗ってあんまり言いたくないんだよね。失敗だと思ってないからさ。そう、ただでも思ってたこと、願ってたものに至らなくても、そうそう、Cね、正解。そう、至らなくてもそれをどう生かすかっていうのは考え方次第だと思うので、もしね、何かを考える、その、なんだろう、頭の中のスイッチを切り替えるきっかけになったら嬉しいですね。はい、じゃあ、最後ね、最後っていうか下かで、スーさんについてなんですけど、ちょっとここも少し長くなります。一昨日かな、スーさんの動画を始めました。本当は小学校の撮り直しというか 3年生から行こうと思ったんですけど、ちょっと準備が今まだ整ってないのでスーさん先にやったんですが、正直、ちょっと迷いながら始めました。で、これはですね、訳があって、スーさん、まあ、単元を見た時に自分が高校の時に勉強してない、履修してないものがあります。はい、正直言って、で、今複素数平面なんてまさにそうなんですけど、いや俺が忘れてるだけなのかな、いや多分当時なかったと思うんですよね、複素数平面。そうだから、自分が勉強めっちゃしながら撮るんですよ、これから。で、それがいいのかなってちょっと思ってる自分がいるの。数1数 A 数2数 B に関してはもちろん自分がやってたから当時ね。で、もう一回勉強し直して、まあ、思い出してちゃんと、ではこういうポイントがあったな、こういう解き方がしたらいいんだよなみたいなのをね、動画にしてきましたけど、スーさんに関してはそれだけじゃないからさ、まあ言ってしまえばみんなと同じ状況ですよね。スーさんを勉強するっていう状況から始めて、その人間が授業みたいな、それが、まあ、みんなにとって失礼なんじゃねえかなっていう思いがあっ
ったんです。結構で、まあ、迷って多少まだ迷いが残ってるんですけど、でも撮り始めました。でひとまず行けるとこまで行こうっていう感じです。やれることはやろうっていう、うん、でもちろん数1数 A 数2数 B も、教科書レベルです。基本的にはちょっと難しいのはもちろん入れましたけど、で数3はおそらく本当に教科書レベルしか取れないと思います。はい、いろんな参考書参考にはしますけどね。でまあ取ってみてさ、ひとまずなんだかごちゃごちゃ考えてもしょうがないじゃん。歩み出さなかったら分かんないし、どうなるかなんて、そうっていうのが自分の人生のモットーなんで、ひとまず行ってみる。はい、でみんなにとって、まあ、リアクションで分かるじゃん。評価数とかさ、コメントで分かるから、リアクションに関してはそれで、あ、これは取ってる意味があんまないなって思ったらやめるから、その時は、うん、潔くやめるけど、ひとまず役に立てるんであれば、まだ1本だから全然分かんないけどね、ひとまずは10本20本で継続しなければ分からないからさ、やってみて、で、まあ、そこで決めます。はい、ね、もっと若い子がだったらさ、多分その方でも履修してるんで、もっといい授業できるのかもしれないんだけど、まあ、自分ができる範囲でね、動画を撮っていきますので、まあ、それでもね、いいよっていう方はぜひね、数三使う方はね、ぜひあの動画見てみてもらえたらと思います。あの投稿ペースね、ちょっと勉強がっつりしながらなんで少し遅くなりますけど、それでも撮っていきますんで、まあ、そんな感じでよろしくお願いします。でね、登録者についてなんですけど、これ昨日かなのツイッターで、あ、一昨日かつぶやいたやつなんですけど、自分3月ってね、登録者減るんですよ多分ね。なかなかね、もちろん1ヶ月っていう単位で見た時には総合では増えるけど、もちろん増えていくんですけど、3月で減るんですよ。あの日だけで見ると1日この日は減ったなみたいなあって、でおそらく、20、まあ、今自分22万ちょっといるんですけど、それ20万超えてて減る日がある人多分いないんだよね。YouTube されてる方の中でいないと思う。相当問題を起こさない限り。そう。で、自分あるんですよ。で、毎年3月ね、減る日あるんですよ、いっぱい。3、4か。で、これはまあ、お察しの通り、終わるので、勉強がね。特に、まあ、高3生なんて、登録必要ないじゃないですか。あ、なんだろう。もう勉強使わないからさ、大学行ったら。そうそう。で、そういうこともあったりするんで、3月はそういう状況になるんですよね。で、それをね、やっぱり毎年、減るのって悲しいじゃないですか。やっぱちょっと寂しい気持ちはあるんですよ。うん。で、事情も分かってるんだけど、でもそういうの思うと。でもね、今日ね、ちょっといろいろ考えてて、自分だったらどうかなって思ったんです。そう。だからもちろんね、俺でこのハイチ自身がもっと魅力的だったら違うと思うんだけど、でも自分は授業でさ、こう登録してもらってる方が多いから、例えば自分が受験の時に、ノート、頑張ったノートとか参考書って終わったらさ、捨てたくなるんだよね。よっしゃ、終わったぜ、ぽいみたいな。をやりたいタイプだったの。これ、残したい人と別れると思うんだけど、で、思った。勉強が、例えばね、普段動画で勉強してくれてる方なんかは、すげえ頑張ってきて、その、なんだろう、登録を外すっていうのは、一つの、自分の中で区切りを作る。だから自分の参考書を捨てる感じのイメージと同じなのかなっていう、超ポジティブな解釈をしてますけど、いや、ちゃうよと。お前の魅力がないからだわみたいなね。思うかもしんないけど、でもそれを思った時に、なんかそれはそれで素敵なことやなってちょっと思った。なんだろうな、巣立っていく感じ。うん、自分の動画を見てくれて勉強してくれた方が大学生になってこう巣立っていく感じがして、もちろん数字だけね、その、なんだろう、自分らが投稿してる人が見れるページがあるんですけど、自分のマイページみたいなのが。そこで、まあ、グラフが出るからさ、それを見るとやっぱ寂しくはなりますけど、じゃあそれ以上に4月から始まった時に新しい学年になるでしょ。で、また今でも今この状態で俺のことを知らない人が知ってもらえて、で、分かりやすいって言って使ってもらえるように、そのために今から取れる、まあ今数3取ってますけど、そういうのね、数3とか小学校の取り直しとか中学校の取り直しとかもしっかりやって、で、夏休み明けからはまた受験対策取ってっていう、ね、ちょっとでも役に立てるものを投稿してったら、まあ、全体的にね、総合的に見た時に増えればいいし、で、今年、2017年のうちに30万人が目標だから、そこにね、行けるようにやっていけばいいのかなっていうのをちょっと思ったんです。いや、これなんで喋ったかちょっとわかんないけど、それちょっと言いたくてさ。そうそうそう。だから本当にね、このぐらいからも外す方もまたいると思うんですよ、登録を。でも、ここまでね、本当に使ってくれてありがとうございました。その本当感謝の思いしかないので、そこに関しては。本当にね、ありがとうございます。よし、で最後2つね。まず卒業式についてです。
毎年ダラダラジオで卒業式っていうのをやっております。これの動画の概要欄に一応貼っとくね。去年のとか自分喋るだけなんですけど、でそれやりますかってよく聞かれるんで、やります。でこれは、高校生ごめんね、もう卒業してる方ほとんどだと思うんですけど、中学生が先週と今週、まあ、明日からの週がほとんどなので、あ、ありがとうどうもなので、今週のOK、15日から、日曜じゃなくて平日にあげます。15から17、水から金の間ぐらいに、投稿しようと思いますの で、 でそこで一応ダラダラ扱いで撮ってしまうので、19日はお休みになると思います、きっとね。はい、っていう感じで、卒業記念動画ですねに関しては16日が締め切りとなっておりますので、ありがとうの気持ちをぜひね、メールに書いて送ってもらえたらと思います。でそれについても概要欄にダラダラジオの方ね、書いておきますので、もしよかったらチェックしてみてください。今何分喋った？やべ、16分か。ごめんね、いっぱい喋っちゃったけど、ここまでね、ご視聴いただきありがとうございました。では次回は、卒業式っていうことで喋、る、まあ、あれですよ、来賓みたいな感じの喋るね、動画になりますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。では今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。